それでは出発いたします。お待たせいたしました。これよりゴンドラは中腹駅を後にし山麓駅へと下ってまいります。途中鉄塔通過の際多少揺れますのでご注意くださいませ。こちらの札幌藻岩山ロープウェイは1958年に運転を開始いたしました。その後2度の改修を経て現在の静かで快適な乗り物となりました。ゴンドラの色は自然との調和を意識した札幌市の景観70色より、藻岩山に生息する動物の代表であるエゾフクロウをイメージしたシルバーと、エゾリスをイメージしたオレンジの色をそれぞれの外装に使用しております。それでは皆様、ゴンドラ内でのひとときをお過ごしくださいませ。まもなくロープウェイ中間地点でございます。本日お越しくださいましたこの藻岩山は市内中心部からおよそ5キロと非常に近く、都市と自然が隣接した全国的にも珍しい山でございます。450種類以上の植物が生い茂り、年間およそ600トンの二酸化炭素を吸収し環境保全にも役立っております。春の新緑、夏の登山、秋の紅葉、冬のスキーと四季を通じて皆様に親しまれており、標高531メートルにちなんだ5月31日の藻岩山の日など1年を通して様々なイベントを催しております。また藻岩山をアイヌ語でインカルシテヌプリと呼んでおり、その意味は眺めの良い山とのことです。この藻岩山からの眺めをはじめとする札幌市の夜景は夜景サミット2022において北九州市長崎市に並び日本新三大夜景に認定されております。まもなく山麓駅でございます。ゴンドラがホームに入る際
揺れることがございますのでご注意くださいませ。三陸駅到着でございます。皆様お忘れ物をなさいませぬようお気をつけくださいませ。なお、お降りの際にはお足元に十分ご注意くださいませ。本日は藻岩山ロープウェイをご利用いただきまして誠にありがとうございました。またのお越しを心よりお待ちしております。